家康、信康のことすまなかったな。いえ、策にかけられたとはいえ、信康が武田に通じたことは事実、やむを得ぬ手段でした。瀬名までも連座させることになろうとは、これでまた俺の業が一つ増えたな。そのような。信長様、皆さんご着陣されました。で、あるか。兄上、この者は従者の弥助だ。宣教師のもとにいたのは俺が召し抱えたのだ。いい面構えだろう。ええ、なんとも頼もしげな。弥助殿、私は徳川。徳川家康と存じています。以後お見知りおきください。粉骨を再審します。この乱世、私に何ができるのか。いよいよ武田攻めの総仕上げ、ようやく兄上の天下も見えてきましたね。気の早いことを申す。今は武田を滅することのみを考えよう。はこれより高天神城の岡部元信を攻める。岡部の危機を知れば勝つよりも増援を送ってこよう。敵増援が来着する前に城を落とす。兵は神速を尊ぶだ。良いな。はとはいえ、岡部殿は難敵、心してかからなくては。うむ、岡部は今川より家康を奪ったあの戦以来、俺の敵であり続けた因縁の相手、手を抜くつもりはない。かつての強豪ももはや恐れるに足らず、高天神城に向け進軍せよ。多勢に無勢、これでは戦にならぬ。のろしを上げよ。急ぎ救援を呼ぶのだ。いけませんね。あれは救援を求めるのろし。読み方の到着まで我らは時を稼がねば。打ち尻。こちらの本陣を脅かそうという動きが惜しい。迅速に迎え撃て。かの砦、守りがおろそかになっているようだ。今のうちに落としてしまえ。本陣を守るのは信忠様ですか。皆で支えてあげなくてはいけません。怒りますと。勝頼様からの援軍さえ来れば、ここは一旦城に引き上げるほかあるまい。逃したか。高天神城を激しく攻め立てよ。敵増援が来る前に落とすのだ。信忠様はご無事ですね。私も一人の将として務めを果たさなくては。皆の者、岡部が体勢を整えるまで時を稼げ。援軍の来着までここが正念場ぞ。開門。時を稼ごうとてそうはさせん。出てきた敵を早々に打ち払え。かけよ。織田
徳川の本陣を落とすのだ。堪忍ならぬ奇襲か。血のりが敵にあることは承知していたが、皆応戦せよ。敵の手がもうここまで。勝頼様のため、ここは何としても耐えねば。敵が岡部殿に気を取られている今が好機。不意をつき敵を叩け。行くぞ。織田徳川勢を叩くのだ。くものか。無駄なあがき。敵が砦に群がる前に急ぎ迎え撃て。騎士改正の好機、織田信忠を討ち取れ。本陣が危ないです。信忠様を守らなくては。助けられてばかりでは不甲斐ない。私もより一層励まねば。急げ。まず采配を振るう将を撃て。敵を混乱させるのだ。本陣が襲われている。みんな急ぎ信忠殿をお守りせよ。その程度の策かゆくもないわ。堪忍ならぬ。やすけ出ます。この戦、勝頼からの援軍が現れる前に肩をつけねばなる。勝頼が味方を見捨てたとなれば、武田の名も地に落ちることになろう。ここは私が。敵将討ち取りました。かなう相手ではなかったか。くものか。急げ。堪忍ならぬ。織田の勢い止まらぬか。敵将討ち取ったり。耐えきれん。引かせてもらう。一丁前にやるじゃねえか、武智よ。なのだ。打ち死に。堪忍ならぬ。見事、さらに精進せよ。やすけ、お相手いたす。敵将打ち取りました。力及ばずか。これ以上敵を勢いづかせてはならぬ。騎馬隊はどうした。早く出せ。ここは私が。敵に焦りが見えた。騎馬隊ごときさっさと潰して城攻めを急げ。敵の援軍は未だ現れる気配なしか。いけませんね。
武田の調略ここまでとはな。怒りました。武田が滅べば天下への道筋がつく。だが俺がそれを仕留めたとて乱世は滅ぶ前に十兵衛ならばもう気づいているやもしれん。乱世を壊し尽くすため何をなすべきか。邪魔な敵は退けたぞ。一息に高天神城を落としてしまえ。開門。ヤスケ出ます。もはや誰も当てにはできぬ。このが武を持って迎え撃つのみ。城を枕に討ち死にしてこそモノノフの本懐。皆最後まで力を尽くして戦い抜くのだ。戦う意志が衰えていません。敵ながらあっぱれです。残すは岡部元信のみ。ここは私が総力を持って奴を討ち取れ。開門。来たか家康。相手に不足なし。これが岡部殿の最後の戦。手加減ご無用。参られよ。モノノフとして生き、モノノフとして死ぬ。悔いなどあろうはずもないわ。討ち死に。結局勝頼の援軍は現れませんでしたね。武田にはもう味方を救う余力すらないのでは。勝頼は我が身可愛さに味方を見捨てた。そう吹聴しておけ。これで家臣や領民の心は勝頼から離れ、武田は自滅の道を転げ落ちることになろう。岡部との戦、少し昔を思い出した。昔でございますか。あの男、元は今川義元という者の家臣で、当時今川家は天下随一の強大な勢力を誇っていた。だが俺は桶狭間で今川に勝利した。その時義元の愛党左文字と共に天下への志を義元から継いだんだ。左文字にはそのような由来があったのですね。うむ、左文字が俺の手にある限り天下一心の志が折れることはない。ヤスケ、お前が相手だとどうも無駄話が過ぎる。次は甲州討伐だ。お前の働きにも期待しているぞ。はっ。